上空には灰色の空が広がる中京レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。3番人気にはエアグルーヴ、2番人気を紹介しましょう。東海帝王。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。2冠馬娘ダイワスカーレット、1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ダイワスカーレット、15番快調に飛ばして行きます。先頭は15番単身で飛ばして行きます。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのは15番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はダイワスカーレット、その内並んで八重の無敵、すぐに続いて4番、さらには16番、少し離れて東海帝王、それを見るように17番、2馬身3馬身開いてマーベラスサンデー、そしてキングヘイロー、外2番、さらに外エアグルーヴ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身、先頭は変わらず15番、続いて八重の無敵、さらには16番、その内並んでダイワスカーレット、4番、続いている東海帝王、並びかけてきた、外で17番、内でマーベラスサンデー、内キングヘイロー、それを見るように2番、ここは第3コーナー桶狭間ポイント、11番、続いている優雅に離せてもらうわ、少し離れてヘアグルー、さらにはハッピーミーク、すぐに続いてスイープ投手、内から内から8番、その外並んで14番、第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ外から先頭を伺うのは八重の無敵、残り400、最後のコーナー、最初に立ち上がったのはダイワスカーレット、余裕の走りだ。2番手との差は縮まらず、これは圧勝ムード。200を通過、ダイワスカーレット、これは強い、余力を残したまま先頭は依然ダイワスカーレット、ダイワスカーレット、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。ダイワスカーレット、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優駿たちの頂点が誕生です。2着はキングヘイロー、3着はマーベラスサンデー。やっぱり私が一番。